ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はノストラダムスに関する話をしていくことにするぞ。ノストラダムスは都市伝説界隈でも有名な予言者だね。そうだな。ただノストラダムスに関してはあまり知られていない内容も多いので、今回はそれらに関しても話をしていこう。よろしく。ゆっくりしていってね。まずはノストラダムスとはどのような人物なのか先に解説していくぜ。ノストラダムスとは、本名ミシェル・ノストラダムスで、フランスのルネサンス期において、医師、占星術、詩人として活躍した人物だぜ。また、ノストラダムスは料理研究としての顔を持っており、彼の残した著作には、料理に関する本などもあるんだぜ。いろいろな職業を持っているし万能な人だったんだね。それに料理研究の著作を出しているなんて、かなり意外だわ。それでノストラダムスは、どうして予言をするようになったの？それはあるきっかけがあったからと言われているな。そのきっかけとは何なの？それは後ほど解説するので、今は保留にしておくぜ。うん、わかったわ。次にノストラダムスの生涯について話していこう。ノストラダムスは1503年に南フランスのプロバンス地方、サンレミで誕生したぜ。それから、1518年頃にフランスのアビニョン大学に入学し、文法学、修辞学、倫理学、算術、幾何学、天文学、音楽などを学んでいるんだ。いろいろな学問を学んでいるんだね。じゃあ、もしかしてノストラダムスはものすごく頭がいい人だったの？そうだな、かなり優秀な人物だったことは間違いないぜ。その証拠にノストラダムスは、幼い頃からコペルニクスと同じ軌道説を、友人に話していたと言われているんだ。それはすごいわね。まあ、一説では後付けではないかと言われているけどな。何よそれ。話を進めるけど、ノストラダムスはその後、ペストの流行により大学生活を中断し、各地を約8年間渡り歩くことになるんだ。それでノストラダムスはどうして各地を渡り歩いたの？それは、大流行したペスト菌を食い止めるために、各地の薬草を研究するためだぜ。それでノストラダムスは、ペスト菌を食い止めることはできたの？いや、残念ながらペスト菌を食い止めることはできなかったけど、医学の道に進むことになるんだ。大学で学んでいた学問とは全く違う道に進んだのね。まあ、もともとノストラダムスは医学を大学で学んでいたけど、各地を渡り歩いたことで、本格的に医学の道に進むことを決めたと言われているんだ。あれだけの学問以外に医学も学ぶなんて、やっぱりノストラダムスは優秀な人だね。まあ、医学については現代ほど専門的ではなかったと言われているので、気になる科目の一つだったという感じだろうな。なるほどね。でもたくさんの学問を学ぶのは単純にすごいと思うわ。確かにな。それでノストラダムスはしばらく医者として活躍していくけど、30歳になった頃からあることを始めるんだ。もしかして予言とか？そうだぜ。だけど最初は予言というよりは、自身の考えを紙に記載していた感じだぜ。なんだか予言の原型みたいな感じだね。まあ、そんなイメージだな。でも、ノストラダムスはいずれ予言者になっているから、また、大きな転機があったんじゃないの？そうだな、医学の道に進んだことと共通するけど、ペストが人生の転機になっているな。つまり、ノストラダムスとペストは切りたくても切れない関係にあるわね。そうだぜ。それで、先ほどの内容を具体的に言うと、ノストラダムスは30歳頃に結婚し、息子を授かることになるんだ。しかし、結婚から数年後に、奥さんと息子はペストの影響で亡くなってしまうんだぜ。そして、愛する妻と息子を失ったノストラダムスは、悲しみの中である能力を開花させたぞ。どんな能力を開花させたの？それは予知能力だぜ。なるほどね。こうして予言者ノストラダムスは誕生したんだね。いや、それは少し違うぜ。正確に言うと、ノストラダムスの予知能力は妻と息子の死によって開花したけど、本格的に予言者として活躍するのは、もう少し後なんだ。じゃあ、予言をしながら別の仕事をしていたってことなの？そういうことだぜ。具体的に言うと、本業は医者として働き、時間を見つけては予言を行う。その他では自身の気になることを研究し、それに関する内容を発表するという、マルチな生活を送っていたんだ。ノストラダムスはいろいろなことができるんだね。それでノストラダムスは医学や予言以外で、どんなことを発表しているの？代表的なものは先ほど少し触れた、料理研究家として発表した、化粧品とジャム論という本だな。ジャムってあのパンに塗るジャムだよね？そうだぜ。まあ、このジャムに関してはいろいろな説があるので、参考程度にとどめてくれ。うん、わかったわ。それでノストラダムスが予言者として、いつ頃から有名になったの？それは1550年頃だな。有名になったきっかけは、当時ノストラダムスが作成した暦書が、人々の間で大流行したからなんだ。暦書って何なの？暦書とは、簡単に言うとカレンダーに予言が書かれているようなものだな。また、暦書は別名でアルマナックと呼ばれているぜ。
なんだかすごい名前の別名ね。その他にも、1555年にノストラダムスは、ミシェル・ノストラダムス氏の予言集の、初版を出版し有名人となるんだ。その結果、人々から予言者としての知名度を得たノストラダムスは、ある重大な予言を的中させることになるんだ。一体どんな予言を的中させたの？それは王族のアンリ2世が亡くなってしまうという予言だぜ。え、そんな予言を的中させていたの？そうだぜ。それで予言の具体的な内容は次の通りだぜ。若き獅子は老いた獅子を打倒する、一騎打ちの戦いなので、金色の囲いの中、男は目を破られる。二つのうち勝ち残るのは一つ、そして死ぬ、残酷な死。おそらく、ある男が目を貫かれて死ぬ、といった予言だと思うけど難しい書き方ね。まあそれは否定できないな。だけど、アンリ2世は祝いの場で行われた。槍の試合中に相手の槍が目を貫き、亡くなってしまうんだ。解釈によって、予言が的中しているかは考えが分かれるところだけど、ほぼ予言を的中させているわね。そうだな。その結果、ノストラダムスは貴族などから予言者として頼りにされることになるんだ。予言者として大出世を遂げた感じだね。さて、次にノストラダムスの大予言について考えていこう。1999年に人類が滅亡すると予言していた話だね。そうだぜ。このノストラダムスの大予言とは、正確に言うと、ノストラダムスの死の予言集を、ルポライターであった後藤勉さんが翻訳して書いた作品なんだぜ。そして、この作品は当時の社会情勢の影響などから250万部を超える大ヒット作となり、多くの人々の心に、1999年に人類が滅亡すると考えるようになったんだぜ。でも、結果的にノストラダムスの予言は外れてしまったことは間違いないんでしょ？いや、冒頭でも言ったように、ノストラダムスの予言はまだ続いているぜ。具体的に言うと、後藤さんが翻訳した内容は、いろいろと本来の予言の解釈とは違う情報が、組み込まれていると言われているんだ。じゃあ、後藤さんがノストラダムスの予言を面白おかしくデタラメに書いたの？いや、それは違うぜ。あくまでノストラダムスの予言には、いろいろな解釈の仕方があるんだ。つまり、解釈によっては1999年に人類が滅亡すると考えてもおかしくはないんだ。ただし、間違いなく言えることは、ノストラダムスの予言集には、1999年に人類が滅亡するとは書かれていないんだぜ。何それ、やっぱり後藤さんが書いた本は独自解釈が強かったわけじゃん。まあ、一周回って考えると、結果としてはそうなってしまうな。じゃあ、本来の予言はどうなっているの？1999年、7月空から恐怖の大王が来るだろう。アンゴルモアの大王を蘇らせ、マルスの前後に首尾よく支配するために、このように予言されているんだ。確かに1999年に世界が崩壊するとは予言されていないけど、それに予言で何が言いたいのかよくわからないわね。そうなんだ。前にも少し触れたようにノストラダムスの予言は、かなり曖昧な表現を用いて作成されているぜ。私だったらもっとしっかり予言するわ。まあ、気持ちはわかるけど、はっきりと予言ができない場合もあるからな。確かにそれはそうだね。それで、ふと思ったんだけどノストラダムスは、わざと曖昧な表現を用いているんじゃないの？その通りだぜ。実はノストラダムスは予言を始めた頃にはっきり記載しすぎて、一時的に牢獄に入れられたと言われているんだ。その出来事からノストラダムスは予言の内容を、ものすごく曖昧に書くようになったと言われているな。なるほどね。それでさっきの予言はどのように解釈されているの？先ほどの予言の内容の解釈は研究者によっていろいろとだけど、一般的には1999年に世界が滅びるのではなく、恐怖の大王が誕生した年だと考えられているんだぜ。え、大王が誕生したの？でも、どうしてそのように解釈されているの？それは、1999年の8月11日に皆既日食があったことが深く関係していると言われているぜ。皆既日食が関係している、ってどういうことなの？具体的に言うと、皆既日食の日に大王が闇の世界から降臨して復活すると考えられているんだ。ものすごく中二病的な思考が強いわね。確かにそれは否定できないな。また、大王に関しては単に悪魔的でヤバそうな人物を想像しがちだけど、考察によっては災害、災いなどが大王だと考えられているんだ。確かに大王といえば悪魔的なイメージが強いことは間違いないね。でもさ、気になるのは大王がいつ頃から活動を始めるのかだね。それに関しては、2024年だと考えられているな。まさかの2024年なのね、もうすぐじゃないのよ。確かにそうだな。それで、ノストラダムスの予言に関して、都市伝説界隈では、日本が大きな戦いに巻き込まれると考えられているぞ。大きな戦いって一体何なの？それは、第三次世界大戦だぜ。うわ、都市伝説界隈では、常にいろいろと言われている内容だね。そうだな、この第三次世界大戦に関してはいろいろな考えがあるが、2024年になると、
中東、中国などの国とアメリカが大きく対立し、日本も戦いに巻き込まれると言われているんだ。さすがに巻き込まれないでほしいわね。確かに巻き込まれないことが一番だけど、日本はアメリカとの関係が特に深いので、万が一の時は、日本が戦場になると言われているんだ。そんな世界は絶対に起きてほしくないわね。まあ、起きないことが一番だが、世界情勢を考えるといつ何が起きてもおかしくないだろうな。そうね、ウクライナ問題やイスラエルの問題など、世界情勢を考えると常に争い事が起きているわね。その通り、だから、日本人は万が一に備えて行動することが大切なんだ。確かにそれは間違いないわね。とにかく、できることからやっていくわ。さて、ここまではノストラダムスの予言についていろいろと話をしたけど、実は研究者の中では否定的な考えが多いんだぜ。え、じゃあ予言は嘘なの？嘘か本当かは起きてみないとわからないけど、そもそも、ノストラダムスの予言は、人類が滅びることを予言したものではない、とする考えが最近では一般的なんだぜ。え、じゃあノストラダムスは一体何を予言していたのよ？それは、貴族に関する内容だな。随分と曖昧な予言ね。確かにそれは否定できないが、ノストラダムスの生涯を思い出してくれ。そもそも、ノストラダムスは貴族の相談役だっただろ？あ、確かにそうだったね。ということはもしかして、そう、先ほども言ったように、ノストラダムスの話はあくまでも貴族の未来を、予言した内容である可能性が極めて高いんだ。でも、貴族の未来を予言しただけだったら、ノストラダムスはここまで有名にならないと思うんだよね。確かに貴族の未来を予言しただけでは、説明がつかない箇所がいくつもあるんだ。だけど、その説明がつかない箇所に関しては、単にノストラダムスが、占星術を用いて、頭に浮かんだ内容を書いただけとする説が、現在では一番濃厚な解釈だな。何よそれ、ただの思いつきで振り回されたくないわ。まあ、予言とはそういうものだぜ。だけど、解釈の仕方によっては、ノストラダムスの予言が的中したと、考えてもおかしくないけどな。そうね、ノストラダムスの予言にあるように、世界ではいろいろなことが起きているからね。確かにそうだな。ただ、これに関しては否定的な意見はあるけどな。それで、ここまでの話をまとめると、予言というものは予言者が、思っている以上にいろいろな解釈ができるということなんだ。雑な言葉で言うとおひれがつくんだね。そういうことだぜ。ただし、ノストラダムスの予言を細かく解釈すると、何とも言えない感じで的中しているところが、一番怖いところかもしれないな。確かに、世界情勢とかいろいろなことを考えると、何とも言えない的中をしているわね。そうだぜ、つまり、今から500年以上前の人がその予言を行っているので、ノストラダムスはヤバい人だったということになるのね。まさにその通りだぜ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。